えー、こんにちは。気になる男シリーズ。今回は109話になります。よろしくお願いします。えー、今回はマーケットをですね、まあ、様々な切り方でどうやって稼げばいいのかってことをお話していきます。そして、何をもって稼げばいいのかってことですよね。で、これはもう最初に答え言っておきますけども、あの迷ってるんだったら YouTube で稼ぐことを決めたらどうかなと思います。YouTube でとてつもなく稼げることはもうね、皆さん実感されてると思います。それは世の中の YouTuber という職業が出てきて、 あっという間に奥っていうプレイヤーがね量産されてるわけですよ。これ YouTube を使ってですよ。まあなぜなら YouTube のサービスってのは世界のどの会社が打ち出すサービスよりも有効だからですよ。優秀なんですよね。じゃあどの点で優秀なのか。今日はそういったこともお話していきます。まずね、障害収入ってことを考えていきましょうか。ちょっと私メモしたのが計算したのがあるんですけども。障害の 必要ななお金っっててのののはどくらいいるのかなってこと私は成長期に聞きましたけども大体いい当時は景気の良かった時期です今とはちょっと違いますけどもただ当時の物価とか税制とかを考えてると今は十分な人生を送ろうと思うと3億円では足りないということになると思いますでここにちょっと修正を加えました3億円ではなくて大体いい5億円ぐらいいるんではないかなってことですよね 5億円あると、まあ、いわゆる、お父さんとお母さんがいて、子供が2人いて、マイカーがあって、まあ、家をね、ローンで買って、えそしてえ、ご両親、それぞれえ4人いますよね。で、ご両親にもきちんとした老後をプレゼントして、で、子供の将来に備えることもできるような教育費ですとかね、それから20歳前後では、なんか社会人のお祝いとかっていうので、な何百万とかっていうのがね、ボーンと出ていくかもしれませんし、子供の結婚式もちょっとはね、 面倒見てやらないといけないかなってことで、まあ、数十万から100万前後、ちょっとストックしておきたいなってことこじゃないかなと思うんですよ。それから教育の質ですよね。子供がいるとして、やっぱりね、どこでもいいから突っ込んどけみたいなことじゃなくて、なるべく高い教育を受けさせた方がいいと思いますいや。私もすごく実感するんですけども、今うちの子2歳なんですけども、英語を喋って英語の歌を歌うんですよね。もう私もね、ヒアリングが整ってないんで、子供の発音が聞き取れないです。だから途中で、 何を言ってるのかわからないんですけども、でも子供は英語でコミュニケーションもう取ってるんですよね。どうでしょうかね私50になりますけども、英語には相当お金を使って、時間を使って、手間を使って、中学以来、受験勉強その他、英会話教室の場に行ったりとかね、それからネイティブの方とコミュニケーションを積極的に取ったりとか、海外にまで行ってやってきましたけども、結局は私のヒアリングとスピーチは整わなかったです。で、文章を書いたり見たり読んだりっていうのはできるんですよ。 でも、聞いたり話したりは、結局、今、全然ダメですね。でも、今、うちの2歳の子供が、3年前にはいなかったうちの子供がね、もうね、英語を喋って、聞き取って、コミュニケーション取ってるわけですよ。下手したら、日本語より上手かもしれませんよ。だから、このぐらい教育って圧倒的な差がつくんですよね。じゃあ、物心ついた時に、投資や会社経営のスキルが身についていたら、当たり前のように自分の頭に入っていたらどうですかってことを考えたら、なんか、日本の将来は、 明るいとともにゾッとしますよね。つまり子どもの教育にどのぐらい親としてかけれたのかってことが子どもの人生を決めてしまう全てを決めてしまうんですよそしてそういった子どもたちが大きくなった時にこの日本という社会をどういうふうにしょっていくのか世界に対してどういうふうに股をかけていくのかってことがずっと影響するわけですよねつまり教育に失敗すれば失敗した子どもが大人になりその大人が社会を作っていくもしくは壊していくってことになるんですよ いやこれね、勉強だけじゃないですよ。文武両道とは言いますけども、もう体のね、作りとか、それから精神力とか、善悪の心とか、全部子どもたちは、親から学び、社会から学び、学校から学び、もしくは、そうではなくて、反面教師にするかっていう、自分の思考を持ってしていくわけですよね。そこまで責任を持とうと思ったら、教育費用っていうのは、やっぱり、かけなきゃだめですよね。教育費用をかければ、後半、稼ぐ人間になってきます。でも 教育費をかけなければ、後半で稼げない人間になってしまうんですよ。どちらの人生をプレゼントするのかってことになってきますよね。やっぱり3億円じゃ足りないなと思うんですね。やっぱ5億円ぐらいを自分一人で稼ぎ切って、そのお金でもって自分の人生や周りの人の人生を守ってあげないと、相当やばいことになるかなと。とりあえずお金の問題はこうやって解決していかないといけないなと思うんですよ。さあそういうふうに考えたときに、 3億でも5億でもいいんだけども、年収300万だったらどうですかね年収300万を生きてる方は、10年間で年収3000万です。30年かかっても1億いかないわけですよ。人間が働けるのはどんなに頑張っても、40年とか、へとへとになって50年ですよ。障害賃金足りないですよね。これ計算しただけで。50年でも足りないんですよ。50年で300万だったら1億5000万ですよ。全然足りないんですよ。それこそ、景気の良かった時代。 税制がまだ緩かった時代30年前ですその頃に1億5000万でもこれが厳しいですよでそう考えたらちょっとぞっとしませんか今体験してませんけども体感してないかもしれませんけども今の収入じゃ足りませんよってことなんですよはいそれでね年収600万に倍増したところでこれまた足りないんですよ年収600万ですよ10年間で6000万30年で1億8000万 3億円にも達しないですよね。全然足りないですよね。さらに倍ぐらいいるんですよ。年収1000万。1000万だと、ついに10年で1億。30年で3億。なんとか達しますよね。でも、30年間年収1000万。これってどうですかね ?20 代のうちに1000万にたどり着かないとなかなか厳しいですよいや。1000万じゃなくても、20代で年収500万とか600万取ってないと、 30代から年収1000万の石ができないじゃないですか。そう考えていくと、今自分の年齢と経験とこれからを考えてきたときに、もう自分には無理だなっていうふうなため息出ませんか。でも、自分のこのペースじゃ難しいってことに気づいたときがスタートなんですよ。私もかつて麻雀店をやってました。10年前のことですけども。麻雀店はマイナス100万が毎月毎月なんですよ。さすがにこれ計算しなくてもわかるでしょうってことなんですよ。自分には何者ものつれてないと。 借金ができなくなった時が自分の行き止まりだってことねじゃあ借金ができなくなるのいつかっていうと数年先ではないんですよ数ヶ月先っていうそんなねレベルでしたよだからどうせ数ヶ月先にダメになるんだったら楽しいこと嬉しいこと全部経験しておこうかなって感じでいわゆる客観的に自暴自棄になったっていうねそんな時期がありました楽しかったですよでもラストまで走り抜けるその疾走感と その後何が待ってるのかなと全てを失った自分はどうなるのかなという時のねそのねワクワク感ってのは、ね、今でもね肌に染みますねまるでギャンブルにもう全然勝てなくって最後にあり有り全部を突っ込んですってんてんになるかどうかっていう一点の勝負にいった時の感覚ですまあ実際そんなことは私しませんでしたけどもある意味人生一代のギャンブルっていうのはあの時期だったのかなとそして最後のワンベッドでよし 自分の商売をインターネットに変えてみようと思ったところですよね。もちろん経験も自信もありません。教えてくれる人もいませんし、正解が終わらない世界です。でも、正解が分からないからこそ、自分の可能性はまだ未知数だよねっていう,うなおかしな希望にかけてましたね。とりあえず、店をやってもダメ、麻雀でもダメ、会社をやってもダメ、人を使ってもダメ、こっちの道じゃダメなんだろうなと。じゃあ、全然別の道は 模索ししたたかななっっててとととここころででででパソコン1台でイン台イターネットをすするってことになりましたそこでですね私は一つの分類をね、頭の中で整理することがあったんですよ、ね。それはどういうことかっていうと、まずね、この世の中にどんな仕事があるのかなと、大きく分類してみたんですよ。そうすると、職従に関わる仕事これが3つのカテゴリー。それからですね、サービスってものがありましたね。誰かの代わりにそれをやってあげる。掃除代行。 トラックの運送これも誰かの代わりにやってるわけなんですよ、ね。自分で運べばいいのを運んであげるよっていうふうに代行してるわけなんですよ。つまりサービス業ってのがありますよね。これが4つ目の柱。そして、新しくこういったものが商売として成り立ちました。IT です。情報発信です。情報を扱うっていう商売です。衣食住サービス。IT、つまり情報。このうちたった一つ、情報ってものだけが、 ボーダレスと言ってこの5つのビジネスをあっちに行ったりこっちに行ったり垣根を飛び越えることができるんですよねもちろん一部サービスってものも垣根を飛び越えることができますけどもでも例えばね運送業を20年やってきた人がいきなりあのなんですかベビーシッターできますかっていうとなかなか難しいものがあると思うんですよ必ずそこには教育ってものが入らなくてはいけませんし場合によっては今までの仕事の情報を消さないと 他の先入入観がっってきて、てき新ししいい仕事にに就けななことにももるかもしれませんね。よく言いますよね40代50代で中途採用の人っていうのは前の会社の自分の実績を振りかざして煙たがられるみたいなねだから過去を消すっていう作業もサービス業には必要だったりするわけなんですよさあその中でね医職住、サービスそして IT っていう5つのカテゴリーの中でサービスの移動にも限界がある時にじゃあ情報ってのはどうでしょうか 情報発信っていうのは私主に YouTube でやってますけどもじゃあ不動産について語ることはできませんかって言ったらできるわけですよ、ね、それから食について語ることができませんかって言ったらできるわけですよで実際やってるわけですよ住まいについても語ることができますし衣食住つまり着る服とかファッションコーディネートこういったこともお話しできますしじゃあどんなところで何を買えばいいかとかねどういうサービスが世の中にあるのかファッションセンスの優れた人は誰なのかっていう紹介ランキングとかもできます サービス業のことも同じようにできますつまり情報 IT を扱うってことは商品をいつでも買えれるってことなんですよそして情報ってものは時代にも対応できるんですよねそういう意味で今最も情報の価値が高まってる時代です食べログなんていうサービスがありますけどもつまりは実際に店舗経営するよりも店舗経営をしている人を紹介する方がリスクが少なくて利幅が大きいんですよ 飲食店は赤字でも、その飲食店を紹介する人は黒字。こういったことが起きるわけですよね。だからね、商売うまくいってない人は、みんな情報発信行ったらいいと思います。情報発信する人はまだまだ足りてませんから、どんどん入ってきてもらえばいいんじゃないかなと思いますよね。えそして、情報発信。いわゆるこれを私はね、コンテンツ提供業っていうふうに名付けてるんですよ、ね。新しい店がオープンしました。そしたら情報発信する。お店が閉店します。情報発信する。 そこにすべて課金ってものがあるんですよ。なぜなら、お金が動く世界のことを情報発信によって紹介するから、その動いた金の一部を手数料として、紹介料、広告料としていただくことができるっていう形がもうすでにあるんですよね。つまりアフィリエイトなんですよ。こういった仕組みを使っていくと、情報ってのがいかに稼げるのか、いかにリスクがないのか、いかに自由なのかってことがわかると思います。私がこうやって YouTube で情報発信に行くと、 こういうふうな情報も、ぜひね、久保さんのメディアで、YouTube でお話ししてくださいませんかっていうふうな依頼も来ます。それに基づいて情報を発信することもあるんですよ。つまり、人から情報発信の依頼っていう仕事が舞い込んでくることもあるんですよ。多くの人が私に質問を投げかけてくれます。相談事があります。じゃあその相談事に対して私が答えたこと、これ自身もですね、Q&A ということで、情報コンテンツになったり、そしてもっと深く Q&A に対して、 回答していこうと思うとと思個別コンサルっていう風な高額のそれこそ商品になるわけですよねだから情報ってのがねどのぐらい使えるかってことなんですよそして情報は自分の知識経験これが全て商品になります知識とか経験がない人っていませんよねそして知識と経験には必ず他者との差ができます自分がもしかしたら情報で優れてるかもしれませんし自分の方が情報として劣ってるかもしれませんどちらでも情報発信のネタになります 新しく勉強したこと、新しく経験したことをすぐに喋る、美味しいケーキを食べました。これも今までないような美味しいケーキを食べたんだったら放送するべきなんですよ。いや、今まで食べたケーキと同等のケーキでも紹介するべきですよね。そうすると、レビューっていうのができるじゃないですか。例えば、コンビニのセブンイレブンのショートケーキがあります。そのショートケーキよりも上か下かっていう自分の個人的な主観で判断したケーキの味っていうものを 行く先行く先の評価にすることによって自分の感想ということでね人に伝えることができますそうすると自分に対して信頼関係を抱いてくれている人はなるほどこれよりも上の味なんだこれよりも下の味なんだっていうふうにこういうふうにね判断する材料を与えることができるんですよつまりは問題解決の一助になるってことじゃないかなと思うんですよねさあそして情報発信によってドカーンと稼ぎたいそんな気持ちになってきましたいやならなくてもいいんですよでも 人生3億円5億円いると思った時に計算したら確かに今の仕事じゃ間に合わないかもなと思うわけじゃないですかじゃあね仮に10年間で3億円稼げる仕事があるとしたらそれはどうですか魅力的に移りませんか私の場合は40歳から始めて今50歳になりましたけどもそれと同等の金額は稼げてるわけですよどうですか全く経験も知識もないところからマージャン店の親父がですねポーンと40過ぎて インターネット情報発信の世界に入って YouTube っていうものを通信状態が悪い時からコツ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 積み上げてきてその世界で3年で1億以上稼いでねそこからそれを礎にさらに稼ぎ続けてるっていうこの現実ですよでこう考えた時にたった10年でもしね3億円稼げるとしたらやってみる価値があるんじゃないですかその40から50までの稼ぎ続ける途中で隠居までしてるわけですよ家を一括で買うこともできて そそしてその家にローンなしででで住んでるわけですよ。ローンがないもんですから他の余計なことをいろいろとお金かけれるわけですよね。だって通常3000万円のローンって、歳ぐらいまでで返すわけでしょ私今50なんで残り20年間ローンを払ってる人と私はもうそれが完了してローンを払う代わりに家族に使ったり教育費に使ったり自分に使ったりもしくは使わずに置いといたりとか。 選択肢が広が広ってるわけなんですよ。これはね40歳までの私の人生には考えられなかったでですよね。40歳までの私の人生は借金がそれこそ3,000万近くあってですねその借金を生涯かけて返すまあトントンだよねっていうふうに考えてたんですよ今は違いますね新しい家をこうやって見るとねいくらぐらいかなそして田舎道を行くと古民家が半ば廃墟になってるわけですよ これ買ったらいくらかな500万ぐらいかな1,000万ぐらいかな、ね、買い物に何百万何千万っていう単位のものを考え始めてるんですよそして以前3年前4年前ですけどもインドネシアに法人を作るたために、ね、資金移動していたことがあります。今その資金眠ってるんですけどもそういうふうに第2の自分の拠点を作ろうかなっていうふうに考えることも夢物語ではなくて実際にその手続きを始めたりもするんですよね いやそう考えていくと、人生ってのは逆転しようと思ったら逆転できるわけですよね。思った通りに作ることができるんですよ。完成度が100%じゃない場合もありますけども、でも少なくとも自分が思ってる方向に人生を振り向けることができるんですよね。その基盤がもしねお金だとしたら、お金のことはとっとと型をつけて、自分の考えていることを現実化できるように動いていきたいなと思うんですよ。すべてお金の問題で、 自分の考えとか将来とか思ってることが実現できないっていうもしね人生を歩いてるんだったらお金の問題早くやっつけちゃいなとは思うんですよねさあそしてドカーンと稼ぎたいと思った時に一体どのルートだったらドカーンと稼げるのかどの道具を使ったらいいんだろうか、ね、パソコンだったりみますよ、ね、スマホだったりでどの商品を扱ったらいいんだろうか、ね、商品恋愛についての商品なのかそれとも移植自に関わることなのかねさまざまありますよね。 そしてどの価格を打ち出していけばいいのか例えば数十円数百円のものを売っても奥は稼ぐのはしんどいですよねでも奥っていう利益を自分の懐に転がり込ませようと思ったらそこそこの金額10万20万単位のものがポン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 売れるようにならないといけないんですよじゃあ10万20万単位のものって売れないですかね売れるんだけども世界のどっかで売ってるんだけども誰かがね自分にはたまたまその利器量がないだけなんじゃないかなとじゃあどうやったら 10万円単位のものがポン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 売れるのかこれ情報の力で売れるんですよ教育ですよねどうやったら高額商品が売れるセールスマンになれるのかどんな高額商品が今は売れるのかどんな高額商品はすでに売れなくなったのかリサーチして情報を得ることによって難しいとされていた商品を売ることが簡単にできるようになるという道も開けるんですよ全ては知識や経験がないからできないっていう回答になるだけで できる人ってのは知識や経験を増し加えた人なんですよね。知識や経験を増し加えて、もっともっと状況が不利になるってことはなかなか考えられなくて、勉強すればするほど、ものってのは扱いやすくなると思うんですよ。人の心もそうですよ。人の心をね、こしらずとかなんかことわざいろいろありますけども、なんで人の気持ちがわからないのか。人の気持ちについて学習してないからですよね。でもやっぱりいろんな経験や情報から学習を重ねていくと、 コミュニケーションが上手になっていったりとか、セールスが上手になったりとか、ナンパが上手になったりするわけですよ。で夫婦間、恋人間でも、どういうタイミングで何を伝えてあげればいいのかによって、とぎとぎしい関係になったり、温かい、えー、本当に熱い関係になったりとかしますよね。やっぱり誕生日にはね、誕生日おめでとうっていう言葉がふさわしかったりするじゃないですか。でも誕生日に喧嘩をふっかけたら仲良くなりますかね。 つまりこういった日々の情報発信のの積み重ねが自分の人生だとも言えるんですよ。だから自分の人生が思ったよりも大したことないなと思ったら扱ううう情報を変えてみたらどうかなと思うんですよ。自分が発信する情報も変える受け取る情報も変えるそしてその上で経験が変わってくる知識が変わってくるそうすると人生変わってくるんじゃないかなと思いますしその変わる方向が 自分のより望む方向に人生を変えようと思うんだったら望むような言葉を使い望むような商品を使って望むような一日を残していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。ね、そしてどのお客さんと付き合っていけば自分の商売はうまくいくのか最近うちの近所にパン屋さんができました。ね、別に私自分のことを高く見積もるつもりはないんですけどもそのパン屋さんと私はね オープンの前にちょっとしたきっかけで仲良くなったんですよ。で、仲良くなったら当然ですけども私もオープンに際して当日に応援に行きたいなと思うし当日に花でも送るかって気持ちになりますよね。そしてオープンからまあ5日目ですけども私毎日行ってるんですよ。そして毎日数千円分パンを買ってるんですよ。周りの人にも紹介します。YouTube も作ります。そうするとねそのパン屋さんにしてみたら私と付き合うこと。 私という顧客と付き合うことによって商売がうまくいく方向に進んでるんですよね。でもそのパン屋さんが私と馬が合わなかったり、私のことを嫌っていたりとか、関係が壊れていたら、私がそのパン屋さんの YouTube を作ることもないですし、そのパン屋さんに誰かを連れていくこともなかったでしょうね。当然自分で買うことも食べることもないと思います。そうなると、一人のお客さんを失うってことは、その後ろにいる数十人のお客さんを失うってことにもなるんですよ。もっと言ったらですね、悪い印象を お客さんに与えると、そのお客さんがお店とか商売をしてる人に対してあいつは詐欺だとかいうねそういう風な情報発信し始めて商売の邪魔になってくるんですよねうんだからどんんなな顧客と付き合うかって大事なんですよ自分のお客さんが例えば今こうやってね YouTube を使うビジネスだったら確かに YouTube でうまくいきましたっていう人ばっかりを作れていけるんだったらさらに自分の YouTube の塾っての評判良くなるじゃないですか。でその YouTube がね 何をやってるかわかんないけどとりあえず高額だっていうふうなことだとやっぱり難しいですよねでも2週間のサポートでたった3,000円ですよみたいな確かに3,000円で2週間働くと称して何もしなければ3,000円下げられたっていう人がいるかもしれませんけどもそもそも3,000円に対して商品を買えばいいかどうかっていうふうに躊躇する人がビジネスにうまくいくとはとても思いませんよね やっぱ3000円ぐらいだったらあとは自分の力量で何とかやってみようかなっていうふうにして与えられた教材とか情報を10倍20倍に膨らましていける、まあ、そのぐらいの力量を備わっていれば3000円だろうが5000円だろうがもう現金の,その回収比率っていうのはね回収比率っていうのは要するに商品を買った価格をどのぐらいの価格あの期間で回収するかってことなんですけどね回収比率はどんどん良くなるはずなんですよ。で私で言えばね ネオフィルズ塾ってのを40万円くらいで買ったんですけどもじゃあ今どうかっていうと相対的に考えたらただ同然ですよでも40万円で商品を買って1円も稼げないような選択をした人っていうのは稼げないのはその塾のせいだってことになっちゃうわけですよねいやどうなんですかね扱う道具は一緒ですよ私はその道具はきっちり使って整備もしました場合によってはバージョンアップもしましたその道具を別の使い方できないかなっていうふうに工夫もしましただから稼げたのに 道具を買っただけで稼げない稼げないって言ってる人は一体道具をどういうふうにしたんでしょうか今錆びついて一回も使った機能が失われてるんじゃないかなと思うんですよ一回も使わない機能がねそういった形で何を手にしてどうするかってことでもだんだん変わってくるんですよねじゃあ YouTube をやりましたなんで YouTube やってる人の全員が稼げないんですかだから考え方なんですよ YouTube をどう使うかっていう考え方をきちんと教わったり学んだり 体験したり、情報収集したりとかして、自分なりに使っていかないといけない。そして、これは皮肉な話ですけども、YouTube を使う以上、似たような使い方をする人が出てくるんですよ。そうなると、過等競争になっちゃうでしょだから、自分にしかできないような YouTube の使い方っていうふうなオリジナリティがそこにあれば、それが参入主要平均になって、ライバルと争わなくてもいい関係になるわけなんですよ。そればかりか、ライバルを応援しても、自分の商売には全く傷がつかない。もしくは、 自分の YouTube と誰かの YouTube をコラボすることによって両方がねもっともっと浮かび上がってくるような形もできるんですよ他者に依存するような人がいくらコラボしたって両方が共依存の状態になってもう終わっていくだけなんですよねでも自分の力で対談相手の再生数も上げていくんだって気持ちの人がお互いにやればね両方とも良くなるじゃないですか、まあ、そういったこともこういった精神力のこともね、えー、きっとタカさんの YouTube の 講座でで学べるんじゃなないいかなと思いますのでここでやっぱり紹介したいなと思いますえとりあえずね2週間で3000円前後の、まあ、3000円きっちりかどうか分かりませんけど3000円前後のコストで学べるそうなんでまずはお問い合わせをタカさんに入れてみてはいかがかなと思いますよねタカさんねはいということでねちょっと補足動画を別で撮ろうかと思ったんですけどもまあここにちょっと入れときましょうかえー、現在ね 109話までできたわけですけども、本当、ご覧になっていただいている方も、本当ありがとうございます。あの、一時期みたいな再生数にはならなくなってきたんですけども、それはね、すごくいいことなんですよ。なぜなら、いや、このルートだと、この YouTube を見てるだけだったら、稼げないなと思う人が離れていって別の情報を探しに行くでしょ。だから、その人にとっては、コストパフォーマンスいいわけですよえ。そして、未だに見てくださってる方っていうのは、やっぱり可能性を感じたりとか、ためになるなと思ってるはずなんですよ。だから、ためになると思ってる人は、ためになるんですよ。 これはダメだと思う人はダメになるんですよだからその自分に流れてきた情報をどういうふうに受け止めるかによって可能性を見出せる人と受け取り方が悪ければね落球したわけですよ落としちゃうわけなんですよ落としたら当然投げ返すことできませんから離脱してもしょうがないですからねまあこういうふうに再生数によって誰に対して提供できるのかってことが分かってくる浮き彫りになるのもこの YouTube のねものすごくいいところなんですよ逆に再生数が増えていったら あの商品が売れる可能性は増えますよでも買った人にちゃんとストライクするようなものができるかどうかっていうとこれは逆なんですよ最小購買数的なそういうふうなね当たり障りのない商品なら売れるかもしれませんけどもそうなるとそうなると個性的な商品の開発には至らないんですよねうんだから多くの人に利用できる誰でも稼げる方法ってあっという間に過渡競争になるんですよ 誰もができる方法じゃないものを使っていかなければ価格競争が起きてあっという間にそのマーケット失われちゃうんですよ。でも自分にしかできないようなビジネスを作ると誰も真似できないので永遠にライバルが出てこないんですよ。で、こういった考え方もぜひね、タカさんのこの2週間3000前,前後の YouTube の体験講座で学んでみてはいかがでしょうかということで今回の動画以上でございます。じゃあちょっとおまけいきましょうか。今日はね、 衣食住、サービス、そして IT これはまあ情報と言ってもいいんですけども5つのマーケット分類をしてみましたで私は思うんですけども今 GDP っていうのがね500兆とか600兆っていうふうに言われてるじゃないですかでもシンプルに考えて日本がその GDP とかね GNP っていうものを取り出した頃採用した頃って製造業の国ものづくりの日本だったんですよつまりテレビやや家電や車を作って 物体を作ること、そしてそれを流通させることが GNP、GDP だったんですよね。でも現在、物体を作ることが多いかって言ったらそんなに多くなくって、どちらかというと、安いものを輸入してきて、それに色をつけて転売する。ね、ジャパネット高田さんも製造は中国が多いと思いますけども、そういったものが店頭に並んでるんですよね。私たちの身の回りのものにも、日本製っていうものがあまりなくなってきたと思うんですよ。そう考えていくと、 仕入れ転売による GDP だったり、医療とか福祉におけるサービスの GDP だったり、とてもじゃないけど物を作っての GDP ではなくなってきてるんじゃないかなと思うんですよ。場合によっては情報発信におけるいわゆるマスメディアですね。そして私たちみたいな YouTuber というメディア。こういったものが情報の流通によって起こしている、まあ実体のない、物のない GDP だったりするんじゃないかなと思うときに、GDP の内容っていうのもね、今は ちょっと考え直した方がいいのかもしくは GDP っていう指標自体がもうねあの時代遅れになってるんじゃないかなと思うんですよ。GDP っていうのはある意味国力の差を表してるんですよね。で単純に言うと GDP が多ければ多いほど軍備における武器を作ったり戦車を作ったり飛行機を作ったり戦闘機を作ったりそういったところの乗員を鍛えたりっていうものが全部これ GDP になってきてるわけじゃないですか。でも日本は自衛隊に対して その GDP に咲く割合ってちっちゃいんですよね。だから、自衛隊が配備されても、撃つための弾が足りないみたいなね。そんなことになってるんですよ。つまり GDP は、サービスや医療には、情報発信には GDP の裏付けがされてるんですけども、物体を作る方の裏付けがないから、なんと国を守るための防衛に関する GDP っていうのがあんまり出てないっていうこともあるんですよね。さあそこでね、ちょっとね、タさんにも聞いてみたいんですけども、 まあ今ね国の豊かさとか国の強さって示すものが私は GDP ってのはもう時代遅れになってると思いますけどもじゃあ国の豊かさや国の強さってものは何で測れると思いますかちょっと難しい質問かもしれませんけども私たちぐらいの年代だったらこういうこともね備えていなければならないんじゃないかなと思います。ということで、えー、GDP 国の豊かさ国の強さ なんだろうなということを最後の問いかけにさせていただいて今回の109話終わっていきたいと思います。それでは110話タカさんよろしくお願いします。